ハグまで。キスはちょっと無理かも、まだ。え、中ぐらい私行けます。中ぐらい行けます。中いいの。わはは。あとどこまでもダメです。ただご飯食べるだけで終わり。ノータッチ、ボディタッチはダメです。私は付き合うか付き合えるか付き合えないかを、なんかその人とキスできるかとかで結構見ちゃうんです。だから結構大事な感覚かなって思います。やっぱ付き合うっていう壁はでかいです。2回目は、いや最後までは無理なんで週までなら昨日行ってくる。私も最後まではちょっと気にしてて、まあ、つぐらいまでだったら許すかな。はい、無理。いや、それでも無理。無理無理無理。付き合ってからじゃないとっていうラインがちゃんとそこはあるよね。ガードは硬いけど不安です。あ、手をつなぐくらいなら OK だと思います。3回目までに付き合うみたいなのがあるからです。手つなぎまでなら OK です。手つなぐまでかな。好きだったら手つなぎたいからです。好きじゃない人はまず2回目デート行かないじゃないですか。で、2回目デート行くってことは手つなぐぐらいならオッケーかなぐらいな感じです。手つなぐ、ハグまでならオッケー。2回目だからそこまで行き過ぎたことはしたくなくて、そういうのじゃなくて普通に喋ったりして楽しみたいから。そこまで距離はまだ近づいてないけど、そのくらいならいいかな。でも手つないでね。いや、嫌だかも。嫌じゃない？嫌じゃない？手つなぐのも。え、どう？健全な好きな人ってことでしょ？ありなんだ。私も嫌だかも。距離感、パーソナルスペースにあんま入ってほしくないかも。その感じは。私は手つなぐのでしょ？私も手つなぐまで。何もまだ分かっていないから。手つなぐぐらいね。ね。きつい。まだ完全に信用しきれてない。怖い。チャンネル登録お願いします。